はい、みなさんこんにちは、ミカミックスです。セキロパート4やっていきたいと思います。前回修行僧みたいなやつにコテンパンに叩きのめされたので、ちょっと一回芦名城のところに戻ってきて、こっちをね進めていこうかなと思います。鈴もらった段階でなんか過去に戻ったじゃないですか。だからね、まだこっちもね進めるんじゃないかと思うんで、ちょっとこっちの探索に切り替えましょう。この3つね手に入れたからね、これも活用しつつで、まずちょっとこっちに移って、かつ上に来てんだけどな。まあいいや、敵をね倒しながら行くかどうかなんだよね。この上から行ってで、こっち、この先だよ、この先。まずちょっとここに登ろう。で、あそこ行きたいんだよね、あの上。なんか行けそうな気がしない？そんなわけで引っ掛けるところがないんだよな。ただあと拳銃持ってるやつがいるかな。よいしょ、ジャンプしながらさ飛び移るのが意外に難しい。ちょっと待って、これはしゃがんでさっと降りていや一瞬出たけど倒したか。とりあえず倒した、あとは知らん。一応ね隠れてればまた警戒モードは解けるからね。一冊したら、一冊したらもう逃げよう。一人一冊、その後に逃げる。あいつだな、無理か。まずこいつを倒す。そしたらちょ逃げる。いっていってどこ行ける。上に逃げる。大丈夫？大丈夫はないけど、大丈夫はないけど、ちょっと俺あっち行きたいんで。だからいいね。で、上からダッシュジャンプでさ向こうに飛び移れないかな。ここら辺から、いやここら辺から行った方が良さそうだな。試してみよう。ほっ、いや無理。あー今ので多分もう一回壁蹴りすれば。ちょ、いっぱいある。待って、逃げる。まずここ そこから、いやすっげえいっぱいいんだ。あ、手裏剣みたいなの投げてくるやつはいるな、やっぱり怖え。で、あ、間違えた危ねついね、罰でダッシュしちゃう癖があるから、ダッシュして、とーん、無理。ちょっと、ここ鈴くれたところでしょ。後ろから行こう。まずこいつを一殺する。まずよし、 OK。 3体か、前方に3体確実に来てる。ばあちゃんのところに逃げ込もう。手裏剣がね永遠に使えないからね。うん、投げてくる。投げてきてんな。おばあちゃんのとこか。これ NPC 死なない？げっ、なんで鶏がいいんだよ。さあ、やべ投げてきてる。あーだめだ、完全に見つかってんだもん。対多数はね、ほんと無理だからね。ダメだ、警戒モード解けないわ。一回離れよう。あ、なんかある、ここ。いって。ニワトリマジ強えんだよ。飲まないともうダメだ。ゴリ押し突破する？一回上。そこから、
しい。何を食らってるんだか分からん。あそこか、あの上に行こう。あいつにやられたね、そういえば。こいつ一回飲まないとダメだよ、これ。で、こいつをサクッと、ってな、そうで殴ってくるんだよ。ってほんと強えんだけど。弾を込めて、やっぱ一回切ったら逃げる。でガードされたらもう確実に行かないとダメだな。よし、黒色煙の鞘みたいな。え、これ何使うの。あ、強化ギシュニング。あ、これはいいかもね。もはや死にそうだけど。これもあの筒みたいなの使いたいな。こっちから行くか。ここ燃えてるね。ん？こっちに行けるアイテムがあるけど、ちょっと回収しよう。弾薬か。これはいけないよね。印がついてないと開けられないんだよね。じゃあ上から潜入するか。ん？どっち方面に行けばいいんだ。地図的なものがないから分からん。こっちに来てしまった。どこだこれ。あっちに行けんな。はい。で、向こう側に行きたいね。てか鬼仏ないかな、どっかに。あ、あそこにある。ん？あれは鶏か。鶏はできれば、もう手裏剣で倒そう。多少時間かかってもしょうがない。4発で倒せるかな。4発だね。はい、安全に行こう。安全に。金はさすがに持ってないか。で、引っ掛けるところがないんだけど、ジャンピングでいける。よし、 OK。 いやー、ようやく中間地点で。休息だけしておきましょう。さて、またこっから。まず敵の配置もね、ちょっと確認していかないといけないから、やはり周囲を見渡す。で、こっち。で、あそこにアイテムがあるね。アイテムには釣られよう。あ、盗み聞き。赤鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる。そういうお達しじゃ。お達しね。変わっちまったな、アシナの戦も。げ、なんか見つかった。大丈夫か。火に弱いってことね。こいつ印刷できねえかな。届かない。よっしゃ、後ろは取れた。カキンってなったらちょっと下がるべきだな。すげえ野犬っぽい声がするんだけど。弾薬か。どこ行った。あ、いるな。よし、金回収からの、ん？あいつ、ちょっと待って、炎にしとこう。え、赤鬼。マジかよ。ちょ、炎。お、いいね。つかみ攻撃。これはステップしようってことだ。超減る。飲む。
飲む飲む飲んで、おお、ドロップキックで一発当てよう。で炎、よしよしよし、いってえな、どっから来たんだよお前ら。おお、死んだまず上空から忍殺できないか、ちょっとやってみよう。こっち側に敵はいるんだっけ。あいつをなまず一人倒したいんだよな、一殺で。あ、あそこに敵がいる、あいつか。あ、違う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 。おんや、見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。え、旦那、覚えてねえんですか。これ過去の話か。へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない、銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。金貸せってこと。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。いくら欲しいんだ。50円か、まあ全然安いね。銭だ旦那、ありがてえ。話してくれ。ああもちろんでさ、あの世あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。うん、平田はご存知の通り芦名の分家、陳家な野党なんざ普通は返り討ちですけど、先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ、そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは、旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。ここぞとばかりに背びれに来たな。で左大丈夫、なんか敵。今度100円か。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっしすげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがあります。え、持ってねえもん。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。火が出る覚書、売れそうな情報その36って何。え、いや先にやっぱ持っているとか。それならば金返せっている。おお、そいつは残念忍びねんでこいつをおまけで差し上げやしょ。そういう気持ちはあるんだな。油、あ、これ油を相手にかけてからやればいいのか。なるほど、ちょっともう一回話してみよう。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてくだせ。まだか。何か物を売ってくれそうだね、後で。てかこいつも
拠点に来るかな。あ、な、え、な、え、なにこれ、なにこれ、残影に触れる。これも平田のものだ。弔ってやらねば、クロス様。エマ殿。お、エマ。平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ、流因を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。ちょいちょ、これだけ。これ何の骨？これ馬か。あ、ここ馬のあれだったんだ。ここはまあこんなもんか。ちょっとまた上に行って。だ、ちょっと油を装備しよう。油を装備してあいつにぶっかけよう。油何個あったっけ？あ、結構それなりに持ってんね。ほい。で、この上からね、ちょっと。あいつをぶっ倒したいんだけど、よいしょ、お前だ、死にな。で、一回間合いを取る。ほっ、よっしゃ、消えな。金、金をあいつに巻き上げられたかな。150円巻き上げられたかな。この向こうに敵がいるの何なの、誰。ちょっと待って、あと上からあの鬼を忍殺、一回忍殺かけたいんだよな。いや無理か、これちょっと崖すぎだな。これさ、ここにいてさ、鎖剥がれちゃうかな。鎖剥がれる前に忍殺かけらんねえかな。ちょっとさ、変な敵がいたんだよね。周りの敵を倒すのも重要だと思うけど、これこっちに、あ、こいつか、来たの。先によし倒す。そしてちょっとこいつは間合いを取る。よし、ここで戦おう。2発だな。ドロップ効く。これ2発いける。危ない。かわした後もやっぱ攻撃して、いって、これあれだけじゃ攻撃できない。ほい、食らった。食らった。強すぎんだけど。金が減っていく。結局さ、修行僧を倒すかさ、こいつを倒すかのどっちかだよね、今んとこ。なんか赤鬼の方がなんか倒しやすそうな気はするんだよな。修行僧マジ早すぎてさ、今の俺とは太刀打ちできない。まずはこいつを倒す。パターン化しよう。ほい、こいつ一回間合いを取って、えっ、ちょっと待ってよ。もうすでにヒットポイントを減らされてしまった。これ飲まなきゃ無理でしょ。で、まず左に行く。こいつが縛られてるうちに、で、こいつ、で、こいつはまずゴリを倒す。金だけ回収しとこう。で、間合いを取ろう。で、火、ほら、5発。油使おう。あれ、間違えてきた。まあいいか。油上で使うのか。かわせね、これ食らったら一発で死ぬんだけど。
さて赤鬼戦、ちょっと逃げる逃げろ。で油油使ってみよう。で炎どうなってんの、今日はね。おお怖え。周りを取って後ろに下がった方が良さそうだな。これはこのくらい、はい、蹴り、あ、痛い、2発かよ、やばい。意外に射程が広いからな。ぐるぐるして、ちょっと何かお見合い状態、一発入れる。一発入れよう。行く、やばい、これ2発、あ、ちょっと遠かったか。あの危険になった時のさ、よく分かんないんだよな。これでラッシュをかけるか。お、燃えてる燃えてる、よっしゃー、ようやく一発入れたか。でも、あ、やべやべ、逃げる、きたー、掴まれたか。ぐおー、どうする、回生しちゃう、いや、しんどこ。げっ、これあれか、なんか死んでてもダメなんだね。誰、咳をしているのは年老いた母を思う一人の男のようだ。かわいそうに、あいつか、あいつ死にそうなのにさ、さらに病気も患ったのか、かわいそすぎるな。よし、ちょっとまず周りを取ってから、炎を連打するか。待って、ドロップキックが来て、油投げて、待って、もう一発、よし、炎上した。この隙にさ、なんとかできない、全然ダメだ。マジかよーいって、え、もう一回、パーセントだけどジャンプした方がいいのか。もういいや、気にせず死んでこう。ジャンプ、リーダー、下段攻撃、ジャンプで避けて×で踏みつけ、あ、そんなんあんの、
ちょっとあれが減りすぎたんで、もうないよね、多分。ない。買える分もないし、10円、20円しかないかな。2個しか買えない。金貯めとかしてくるか、じゃあ。あそこに、鶏がいる。あ、これあれか。来るとき倒したやつか。患ったやつの様子を見に行きますか、じゃあ。かわいそうなやつだけど。裏から行けばみんな後ろ向いてんじゃん。思ったけど。ほい。よし、OK。こいつさえ倒せば。毒消しの粉、さらにあいつか。で逆からこいつもいけるか。よし、殺した。回収、いいね。 OK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 回収、とにかく回収しよう。あとあいつか、なんか上から行きてえな。一回こっち行けないか。向こうは行けないね。あいつ後ろ向いてる？こっち向いてる？こっち向いてるか。あ、こっち向いてるわ。正々堂々戦うしかない。ほら、いいね。これガードからの、これ結構いいな。対ボス戦になるとちょっときついよね。やってる暇がない。でこいつ、こいつ多分。お、やばいやばいやばい。お主も竜外に。すまんな、こんな死にそうなやつに呪いをかけてしまった。誰か、ここにいるぞ。こいつもう完全に顔もやられてるもんね。顔に包帯巻いてるもんね。無理をするな、病に触るぞ。吐いた血をもらう。血をもらうぞ。なんか容赦ねえな。竜骸の結界、これ集めろって言ってたよね。まあお前は多少役に立ってくれた。母様はお元気ですか？結構元気だね。ああ咳をしてる人は分かるのか。あと敵がどこにいたっけ。結構徘徊してんだよね。 あそこにいるな。あ、見つかる。うわ、どこだこいつか。ジグザグに。こいつは弱い。このまま敵が来るからな。来た、逃げよう。どこにいる。ああ、そこにいるな。来た。OK。お、他見つかってない？あ、あとこいつか。お前も死ねや。隠れよ。さっ。
ダメっぽくない？大丈夫？いいよし。さて。どっち向いてる？もう一匹いるよね、あそこに。もう一匹いるか、二匹いるわ。三匹いるわ。行っただけでも倒そう。さあ、そして。やばいやばいやばい。あ、来てる来てる。あ、やべ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 。ここまで来て。金回収して、とりあえずこっちに渡って、あいつとこっち側にはいないね。3匹いるんだよな。なんとかなんないかな。ほい、で外した。パリ外すとマジできつい。やべえ。来てんな。かといってあれは使いたくないからね。よいしょっと、一発。マジパリゲーだな今回。遅かったか。やばい、もう回復がない。ちょっと待って、これ逃げよう。一回撤退しよう。ここに撤退して、撤退して、あれ、これ使おう。所持品の帰り仏、これ大丈夫だよね。アルデラに帰ります。見切りの修練。そう、見切り難しいんだよね。え、じゃあこいつもさ、話せばさ、咳くれる？話す。武士、愛に理由が。あ、ダメか。愛に理由。ま、これ見てみよう。なんか手に入れたからね。あれ？なんかなかったっけ？違ったか。あれ、何手に入れたんだ俺。ちょっと見てみましょう。おくるみ地蔵はちょっとまだいいや。あれ、なんかあいつ倒して黒い筒のなんちゃらみたいなのを手に入れた気がするんだけど、果たしてあれが何だったんだか分かんねえな。あ、これ2つ持ってんのか。あ、でも血の塊は1個しかないか。こんなもん所持したくない。あ、これ所持数99分の1、強化、火薬の強化、呪物としての強化。あ、多分どっかで使うんだな。お主と、はい、お主と九郎様の幻を見た。幻？ああ、九郎様は今はどこにいる？アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。ん？もう一回。狼殿、血を渡しましょう。手に入れた。血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だがこれは、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。お、マジで？
いただいた血の方、また期待して。ではじゃあちょっと稼ぎをする。スキルではないよね。これも購入ちょっと少ないな。仏渡りでこれもう一回ちょっとこっからいろいろ探索をして取り逃しがないか調べてみよう。ここの平田屋敷、これはもう下に降りないと絶対ダメだよね。こっち行ける？どこが行けんだか分かんねえな。死んだいや大丈夫。ほい、さすがに高すぎるとダメか。おぶね、あーでも食らったか。飲んじゃおう。こっち側はもうすでにないよね。でピンチになったら即帰ろう。ここに帰り仏装備しとこう。落ちる。でこいつがいたとこでしょ。こいつ死んだんだっけ。あ生きてる。お主、あれ今おなこれ、ここは変わらん。さらばだ。あそこにいるからな。あいつ、あいつを倒すか。ほい、いただく。あとはこっち側的なもの、いけんのこっちって。行ってみる。はい、いけた。海は無理だよねさすがに。あアイテム、なんだこりゃ。ほうこいの鱗、キラキラ光る宝鯉の鱗。普通の人にとってはただの美しい鱗だが、これを欲しがる者もいる。主を尊ぶ者により、何しろ鱗は尊い。褒美を求めるなら集めてみるといい。おー、なるほど、集めてみようって言ってもなんだろうな。これ入れる？あまり行き過ぎると多分死ぬよね。結構深いな。もうここで深いんだけど。あれ、いる。まあいい、一体ごとき。ひでえ、砂なんてないのに砂かけられた。今のは月か。もうやばいよ、もうやばい。あとあっち側、あっち側も行けそうだな。行ってみよう。まずこいつを倒す。大丈夫、撃て。黙れ、気づかれてる。あそうか、野犬がいるのか。これ使っちゃおう。ここが遠くから。で、あとはあいつだけ。大丈夫。あちゃ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 。あった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 。ってか死ぬ。これさ、でも使うまで時間かかりそうだな。はい。
あー、あれで何か言ってた。まあいいや。よし、じゃあちょっとこっちへ行ってみますか。アイテムはあり、え、あっち行け、いるじゃねえかよ。後ろから行くか。よし、犬っころ、これは手裏剣で倒そう。はい、 OK で、スキルポイント何気に2溜まってるからな。あれで、これこっちからも行けるよ的な。まあいいか、アイテム回収しよう。入手確率の上昇か。使いどころが分かんねえかな。あれ、これどこに出てる。これ横に出てんじゃん。ちなみにこっち行ける。いや、行けるところはなさそう。あそこにもアイテムが見えるね。え、あ、なんか変なのが泳いでる。魚っぽいのが泳いでる。これ死ぬ。行ってみる。あ、泳げんじゃん。なんだ、泳げんじゃん。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。おおお、びっくりした。おぬし、え、なんだこいつ。おぬし、恋の鱗を知らん。あ、あるよ。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に。あいつ逃げてった。鱗と交換。紙、何これ、紙職人。ヒットポイント完全に回復させる古の飛躍。すごいね。でもなくなっちゃうんでしょ。なんか自分を強化するものが欲しいな。赤枯れ曲がりのひょうたん、氷水の入った休息することで。どういうこと。炎上の治癒はできない。前の面破片右、元は一つの仮面。あ、技書があるね。いっぱい必要だな。これこっち？あ、これは全部ってことか。なるほどね。これ何？あいつ。今度は鱗。倒せる。手裏剣。弱っ。まあいいや、わかんねえ。こっちにもアイテムがあるんで。水のところ基本泳げるね。水にか。あの鯉みたいなやつ倒すと、多分あれか。ちょっとザクッと入って、今いたよね。おわっ、おお、なんだ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 。わかんねえ。ちょっと倒してこいつ。今俺どこに来た。もういなくなった。逃げられたか。あ、いた。ザブッと入って、おー、いけ。おお、倒した。これも、ちょ待って待って、おら、いけ。あ、それどこじゃない。まあいいや、1個手に入れた。これで2個か。あ、もう1匹いたね。もう1匹倒してえな、いるんだったら。うるせえお前は。もし、現れないかな。せっかくだから何かとは交換したい。3つとかで何が取れるんだっけ。はい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 。もし2つでこれか。赤枯れ曲がり病炭、使用回数5分の0。炎上の蓄積、耐性を高める。
これ多分消耗品だからちょっとあんまりだな。これやってみる、2個だし、やってみよう。ゲット、使用回数5分の1。ちょっと待って、良き心がまた、まあいいか。回復のひょうたん、ひょうたん系、あ、なるほど、そういうことね。油ちょっと外したいな。どうやって外すんだ、こうか。ああ、なるほどなるほど。で、俺はどこへ行けばいいんだ、どっから来たんだ、こっちから来たんだ。もうちょいこの屋敷の中も探索しよう。そのためにはまずあの人型、あいつを後ろから殺す。よし、犬、犬は痛いけど、手裏剣かやっぱり。回復しとこう。で、上、で、結局ここに来るのか。で、こっち側もね、ちょっとおざなりになってるから、ただ敵は多いな。今なんかあったね、飴か。飴使って死ぬと最悪だからな。一体ずつ倒すか。あいつはこっち向いてんな。全員なんか後ろ見ててくれると助かるんだけど、一人は確実に倒すか。じゃあ、げっ、あ、これ見えない。あいつすげえ厄介だ。斧持ち厄介だな。斧持ちの後ろから行きたいけど、なんでお互いでさ見つめ合ってんの。お互いがお互いの近くを、げっ、歩いてるやつもいるし。そうか、ここそういうとこだったか。えっ、見つかっちまったよ。完全に見つかったな。一体来た。いやー、もう一体来たか。おお、あいつ毒投げてくんな。手裏剣いやー、オーラックスに分かんねえ。よっしゃ、ちょ、分かんねえけど、両方見つかってる。あー、ヒアがいるな。まずこいつを倒す。よし、よし、ここつやつできた。まだいる、あそこにいる。誰が、上から行く。あ、こっち側、え、どこ、これ、こんなところに。ほい、あ、これあそこか、鬼仏の近くか。この中もう少し見ていこう。ナッシングか。
ここら辺見たもんね。そう、ここも見た。これ破壊してなんか出てくるわけではないから、こんなもんか。で結局向こうから回ってショトカを開通してあるから、こっち出ちゃうとさ戻れなくね。あ、無理だ。あっち行こう。最悪鬼仏で帰るとして、どうやって行くの。手裏剣届かないか。おお、あ、そうだ、こいつ、あいつがいたんだ。あぶね。まずはこいつを倒す。いや、ガードしても減るね。まあ当たり前か。金回収。野犬がどこかにいたからな。うん、どこだ。あ、いた。まずこの野犬なんとか無理、角度がありすぎる。殴られた。いや今一殺できたな。とりあえず一殺しとこう。え、安全地帯に行って帰りたい。帰ろう。さて成果は出てるかな。この子エマちゃん待っていました。分かったのか。はい、解を得ました。竜害の源、それは血の淀みです。何故血が淀む。あなたはたとえ解性の力が尽きていたとしてもいずれ蘇っています。代わりの力をどこかから奪っているのでしょう。竜害になったものからか。おそらくは竜害になったものは人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血が淀むのでしょう。どうやって直す。奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。奪ったものを返すって。竜院の巫女からまれに、なんだこりゃ、垂れ落ちるもの。使用すると改正の力をわずかに増やす。回復のお守りがあればこの雫を鬼仏に添えることで生の力をそれに奪った者たちに返せる。竜害に患った全てのものを回復させる。止まる席が止まるのだ。
回復のお守りがあればって言うけど、回復のお守りなんて、ああ手に入れた、ありがとうございます。鬼仏に竜害の雫を備える、生の力をそれを奪った者たちに返せる。今でも返してもさ、またどうせすぐ死ぬからさ、ちょっとそのままにしておこう。スキルレベルどうしようかね。今3まで溜まりつつあるんだよな。竜害の雫を消費してできますと。まあちょっと待ってね、スキルが先。気配殺し、あ気配殺しいいよね。空中弾きとか難しそうだな。あこれいいな。もう一つこっち側、追い切りか。あーこれもなんか良さそうだけどな。先にこれなんか気になるよね、やっぱりこの2つ技のやつで。そうするとえ気配殺しもいい気がするんだよな。これちょっとやろう、気配殺し、忍びの目。はあはあはあ、音殺し、なんかここら辺結構普通に使えそう。こっち系やっぱ常に発動してるっていうのがいいよね。まあそんなわけでどうするって言われたらどっちもどっちなんだよな。足なじを攻略して鬼を倒すか、平田屋敷のあいつを倒すか。大して進んでないよね今回。少し修行してた方がいいかな、やっぱり修行するか。修行してまた次回やっていくことにしましょう。そんなわけでね、1時間近くやったけど進んだことといえば大してない。まあちょいちょいアイテムとかはゲットしたんで、まあ赤鬼を倒しに行くか、あの修行僧みたいなのを倒しに行くかはまたちょっと考えます。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。